はい、皆様おはようございます。ただいまから復興予算奪還プロジェクトの被災者からのヒアリングを行わせていただきます。今日は福島県の双葉町から集団避難をされました皆様方、井戸川町長をはじめとして皆様方から直接今困っていらっしゃること、また国県などへの要望についてお話をお伺いしていただきたいというふうに思っております。私たちこの復興予算奪還プロジェクトですけれども、10月の24日に超党派のプロジェクトとして立ち上げさせていただきました。私たち緑の風、この4人が心ある全政党会派の議員の皆さんにお声掛けをしましたところ、民主党の若手の一部の議員、それから、みんなの党、日本維新の会、それから社民党、共産党、国民の生活が第一、それから新党改革といった自民党さん、公明党さん除いたすべての政党の皆さんから賛同いただきまして、約20人から構成されるプロジェクトチームとなりました。今21人になりました。徐々に増えております。先週末は仙台に行ってまいりまして、グループ補助金の申請をしたにもかかわらず予算がもう足りないという理由、またあるいは申請の書面の不備があるといったこと、それから計画の熟度が足りないといったような理由で却下されてしまった中小企業の経営者の皆さんからも直接お話を聞くことができました。私たちのこのプロジェクトのやり方というのは、あくまでも被災者の皆さんの、が主役であるということであります。被災者主権の予算の民主化ということを掲げさせていただいております。そしてまた国の方でも復興予算の仕分けなども始まるようでありますけれども、私たちのこのプロジェクトの仕分けというのは切る仕分けというよりかは、むしろ予算をしっかりとつけるための仕分けをしていきたいというふうに思っております。でもちろんつけていくためには、一つは復興のための目的外に予算が使われることをやめるということ、そして被災者のため、被災者以外の方に使われていることはやめるということ、これはもう言うまでもありませんけれども、その予算が奪還できた後に本当に被災地の復興、そして今日のテーマである特に被災者の支援に有効に効果的に回るような事業の立て付け、そして予算付けをいかに行っていくべきということを主眼にやらせていただいております。それでは今日は11時45分までという限られた時間でありますので、まず町長の方からご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。